大変お待たせいたしました。それでは本日のメインイベントです。狼と七匹の小屋にが始まります。どうぞ。昔あるところにヤギのお母さんがいました。お母さんは子供たちと仲良く暮らしていました。皆さん、こんにちは。私はお母さんヤギです。私には7匹の子供がいます。これからね、みんなにも紹介します。どうぞよろしくお願いします。みんな出ておいで。足を怪我したと言って嘘をつき、
パン粉のこねたのを前足に塗ってもらい、それからこのようにして脅かして足に骨をつけさせました。狼は闇のうちに戻ってくると入り口の戸を叩きました。狼は窓に足をかけて見せました。子供たちは白い足を見て走ってしまいました。お母さんだよ、お母さん、お母さん、お兄ちゃん、見てきた、騙されたな、死んだ足を。子供たちは縮み上がっていろいろな場所に隠れました。1匹目は机の下に、2匹目は寝床の中に、3匹目は置きストーブの中に、4匹目は台所に、5匹目は戸棚の中に、6匹目は洗濯だらいの下へ、そして7匹目は柱時計の箱の中へ。狼はうちの中を探し回りました。見つけると大きな口の中へそのまま飲み込んでしまいました。でも7番目の小さなヤギは見つかりません。お腹がいっぱいになったオオカミは外に出て木の下でぐっすりと眠ってしまいました。お母さんヤギが森から帰ってきました。お母さんが家の中に入った途端びっくりしました。ただいま。はっ、どうしたんでしょう。子供たちはどうしたかしら。みんなどこ行ったの。りっちゃん、ふーちゃん、みっちゃん、よっ、どこちゃん、お母さんと子ヤギが泣きながら森に歩いていきました。すると木の下で狼が大きな息を吐いていました。時間が経ってる。
7匹目の子ヤギは急いで家に行き、針箱を持ってきました。それからお母さんは狼のお腹に石を詰めたら針でチクチク縫ってしまいました。お母さんの早業に狼は気づきませんでした。喉が渇いた狼は井戸に向かいました。それから狼は井戸で水を飲もうと井戸のそばにやってきました。そして井戸の水を飲もうとかがみました。その途端に石の重さに引っ張られ井戸に落ちて溺れてしまいました。子ヤギたちは井戸の周りで踊り回りました。それからみんな幸せに暮らしました。終わりになります。ありがとうございます。